令和5年6月22日、日の入り後、西の空で、月齢 4.3 の月と金星、火星との接近が見られました。その状況を紹介しましょう。19時38分頃です。月、金星、火星の見える位置まで、チルトします。さらに、ズームアップします。この時間の月、月齢 4.3、ほぼ真下に金星、月の左やや斜め下に火星が位置しています。この日の金星ので8時37分、入りは22時12分、この日の明るさはマイナス 4.6 等級です。この時間の月の月齢 4.3、 この日の月ので8時28分、入り22時36分、新月から数えて5日目です。この日、旧暦5月5日、旋舞でした。20時3分頃です。日の入りから40分が経過しています。星もくっきりと見えてきました。このままズームアップします。月、金星、火星の左上に、獅子座の一等星、ベグルスが位置していました。月、金星、火星の位置関係です。月の影部分も見えてきました。新月から5日目の細い月をご覧いただきましょう。この日の金星の明るさはマイナス 4.6 等級です。これから明るさが増していき、6月30日にはマイナス 4.7 に達します。この日の火星ので8時59分、入りは22時26分。この日の明るさは 1.7 等級で、暗くなっています。月、金星、火星周辺には獅子座のアルファ星、レグルス、ガンマ星、アルギエバなどが位置していました。月齢 4.3 の月と金星、火星との接近状況を、周辺の星なども紹介しました。またお会いしましょう。